臨済寺は、静岡市葵区、大岩町にある、臨済宗妙心寺派の禅寺。山号は、大龍山、道派の専門道場である。駿河の戦国大名、今川家の菩提寺で、今川間の北西にあたる賤機山のふもとに位置する。なお、賤機山山頂には、今川家の詰城である、賤木山城があった。享禄年間に、今川氏親が出家した子、清武、商法のために、母、北川殿の別邸跡に、大言節祭を招き建立した、寺院、全徳院が前身である。天文5年、清武、商法の兄、今川氏輝が急逝したため、今川家の家督をめぐる、花僧の乱が起こった。この内抗で、弟の源広右衛門を破り、家督を継いだ、今川義元は、同年、氏輝を当時に葬った。この際に、全徳院を氏輝の法名に由来する、臨済寺と改め、京都妙心寺霊雲院の第9層級を開山とした。そして、実際の運営を司る2代目の従事として、第9層級の弟子、大言高士誠節祭が招かれた。節祭は、当時を駿河の直願寺に昇格させた上、天文23年には、歴代助略臨済寺、節祭書院巻を出版するなどして、今川領国内に臨済宗を広げたため、寺勢は大いに交流した。さらに節祭は、当時の従事の任にありながら、戦国大名、今川氏の軍師として、義元の下で、政治、軍事、外交に秀でた手腕を発揮して、これを補佐した。当時がある、賤木山麓の大岩には、6代、則政墓所の今林寺、7代、則忠墓所の宝所寺、8代、義忠墓所の長宝寺、さらには、義元の桶狭間での戦死後に12代氏真が、義元墓所として建立した天沢寺など多くの、歴代今川支援の寺院があったとされるが、その多くが廃寺となり、当時に吸収されている。そのため当時には、氏輝、義元らの墓所があるとともに、歴代今川当主の位牌が安置されている。1918年、静岡案内、臨済寺、安倍郡、安藤村大岩にあり、本尊は、名工春日の作阿弥陀仏を安置す、京都妙心寺派にして、建覚寺の虚札なり、元と全徳院と合祀享保の頃、宋、商法の創建なり、天文5年、今川氏親の子、氏輝を葬り臨済寺伝と称せしをもって、大龍山臨済寺と改めしなり。当時、宋大元、この寺に従事今川氏の執権を兼ね、大元本興国師を主とし、受けして、開山と、なし自ら二世となる。国師、後奈良天皇のご帰依を受けく、よって、直願寺となす現にこれを増す。また、竹千代丸今川氏に執となり、駿河にありし頃、大元を主として、小学び兵を講ぜりという。裏タバリス編、静岡案内、臨済寺、1918年2月発行より、抜粋永禄11年、今川氏、北条氏との交渉、春三国同盟が、手切れとなり武田信玄による、駿河侵攻が開始され、駿府城下に火がかけられたため、臨済寺の道具も灰燼に返した。しかし、天正10年の武田氏滅亡後に、駿河を領有した徳川家康が扇町天皇の勅命によって復興、整備を進め、現在も残る本堂が再建されるなど、政治の姿を取り戻した。当時は今川氏、人質時代の家康が教育を受けたところとしても知られており、春府が徳川幕府直轄地となった江戸期を通じて、徳川氏の手厚い庇護を受けた。1918年、静岡案内、臨済寺、天正10年、家康、甲斐の武田信玄と、その地に戦いよって陛下に愛しが、同年8月、扇町天皇の勅を奏して建立す、すなわち京の伝道これなり、明治維新神仏金剛を許されなくなり、同年20年頃、山門を新築しないに、今の十二神、元浅間の楼門にありしがこれを安置す。域広く、樹木鬱蒼し、山門、北条、大書院、及び、栗、五穀道場等あり、伽藍雄大にして、美観、寺内に、近常天皇陛下皇太子殿下に、在摩頃のお手植松、内親王上宮、周宮陵殿下のお手植えの桜、家康公継記の聖古梅とあり。裏タバリス編、静岡案内、臨済寺、1918年2月発行より、抜粋摩利支天祈祷会境内は、参観自由であるが、現在も僧堂は、修行僧の専門道場となっており、建造物、庭園内は春、秋の年2日、特別公開が行われる以外は、非公開である。春の特別公開は、今川義元の命日にあたる5月19日に、秋の特別公開は、摩利支天祈祷会が執り行われる10月15日で、ある。本堂1941年、臨済寺庭園1918年、静岡案内、臨済寺蔵するところの重宝も多く、その十二を記せば、後奈良天皇御神官、扇町天皇御神官、大元和尚諸事なぎなた、今朝、あぶみ、家康公寄付の金から草文庫、唐桑すずり箱、丹景すずり石、紫純子机がかり、下げ重。裏タバリス編、静岡案内、臨済寺、1918年2月発行より、抜粋境内墓地の最上段には、今川氏輝の墓や雪斎の墓、天正18年、家康が関東移封となった後に、駿府城主となった、豊臣家臣、中村一氏の墓がある。ありがとうございます。